覆面をして、武将となった人々。2006年2月、ハンガリーのモハーチにて、武将やラーシュは、武将の更新を意味し、ハンガリー南部の町モハーチで、諸葛人によって行われる毎年恒例の祭事である。灰の水曜日の前日まで続くシャニク祭の時期の終わりに行われる。伝統の覆面を身にまとって、武将となった人々が町を練り歩き、民謡や、 ダンスなどが行われる。武将やアラーシュは、通例では2月に行われ、木曜日から始まって6日間続く。その後の金曜日には、騎士ファルシャング、復活祭の7週間前の日曜日には、シャニク祭の最大の祭事、ファルシャング・バシャールナプへと続く。次の火曜日に行われるファルシャング・テメテーシュにて、シャニク祭を終える。武将やアラーシュの覆面。2006年2月。 もはやちにて、武将の起源に関して、地元では二つの伝承がある。最も有力な伝承では、オスマン帝国による、ハンガリー支配の下で、もはやちの住民は町を脱出し、付近の湿地や森の中で、オスマン帝国の軍をやり過ごした。ある夜、住民らが火を囲って話をしているときに、諸葛人の老人がどこからともなく、現れ、恐れるな、お前たちの生活は、 時期に良くなり、家に帰れる日が来るであろう。その時まで戦いに備え、武器をこしらえ、恐ろしい仮面を被って、待つのだ。嵐の夜に、覆面の騎士が迎えに来る。と話し、また、どこへともなく、姿を消した。住民らは、老人の教えに従ったところ、数日後の嵐の夜に騎士が現れ、恐ろしい仮面を被ってできるだけ大きな音を立てながら、もはちに戻るよう指示した。 住民らはこの騎士の指示に従い、オスマン帝国の兵士らはその大きな音と恐ろしい仮面の姿に恐れをののき、激しい嵐も相まって悪魔が襲ってきたと思って日の出までに町から逃げ出したとされる。もう一つの伝承では、武将はオスマン帝国のトルコ人を脅かすためではなく、冬そのものを脅かし追い出すためのものと伝えられる。いずれにせよ、 武将の更新は長きにわたって、毎年2月初頭に、もはやちで行われてきた祭事であり、地元の諸葛人の他にも、クロアチアやセルビア、スロベニア、さらにはポーランドなどからの来訪者も祭りに、加わっている。また、2009年には、ユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。